いよいよ野田総理も先般代表選の中で TPP 推進を公約に掲げました。そしてまたこの東アジアサミットでこの11月の18日に予定されておりますが、この中でいわゆる交渉参加表明をやるんじゃないかと。自由民主党の江藤でございます。野田総理の美学によって、自己満足によって政治が動いております。ご紹介をいただきました国民の生活が第一の国対委員長をさせていただいております鈴木と申します。今日は文字通り国民の生活をどうやって守っていくのかという観点から、私も党代表で参加をさせていただきました。今日は大変にご苦労様でございます。私のふるさとからも大勢の農業関係者の方も駆けつけていただきました。昨日は野田総理が明日解散をするとこういうお話をなさいました。解散をさせておいてですね、東アジアサミットを言って何を言うんですか。日本共産党を代表いたしまして、TPP 断固阻止ということでの決意を申し上げたいと思います。いよいよ解散です。今度の選挙で何としても反 TPP、 TPP を阻止する戦線が勝つように一緒に力を合わせていこうではありませんか。こういう大会もう何十回もやったんですよね。本当にもうわけわかんないですね。挙句の果てに解散ですよ。TPP への前のめりの姿勢に抗議の意味を込めて、緑の風を結成いたしました。私、共同代表の船山康江です。はい、皆さんこんにちは。ご紹介いただきました厳選日本代表代行の小林光輝でございます。いよいよね、この日本の運命を決するというね、時が近づいてきております。中国も韓国も台湾も、そしてインドネシアもフィリピンもタイも、さらにはインドも入らないのに、なんでアジアの経済を取り込めるんですか。 TPP で小さなお子さんやおじいちゃんおばあちゃんでも分かる、この道理が分からないような閣僚や首相や国会議員の方は、今すぐ、今日は医療関係者もおられると思います、 CT や MRI でお粒のアホさ加減を見なくちゃいけません。皆さん、今日は絆の代表内山明が、都合で出席できませんので、代わりましてご挨拶をさせていただきます。皆さん方と一緒に反対反対反対でもう頑張って参ってきておりますが、一つの大きな今正念場に立ってきております。私は日本がもっと独立国でなければならんと、そう思っております。その危害を忘れたのかと、そう申し上げたいのでございます。何でもアメリカが言えば分かりましたと、そうじゃないでしょう。日本人としての今日までの歴史と伝統をしっかりと守っていくことが、私たち日本人の務めではなければならない。